この後は小川千奈キャスターが担当です。こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーン、小川千奈が担当していきます。今日から明日にかけてのお天気を中心に確認していきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。千ちゃんは最近カレー部活動どうですか？あ、着々と進んでいます。あ、本当に？はい。結構食べてる？うん、結構食べてますね。作ったりもするの？作るのはちょっとスープカレー挑戦したいんですけど。あ、まだ普通のカレー。作ったことない。スープカレーってただ水分を多めにしたらいいってものではなさそうだよね。スープカレーってどうやって作るんだろう。なんか私スープカレーの元は結構見たことがあるんですけど。元があるんだ。うん、でも多分本当に本格的な方はスパイスからきっと作るんだろうなと思います。あ、東丸のうどんスープにカレーの元があったから、うん、そうなんですか。東丸さんってあの結構非常食っていうか。非常食やってるの？あ、違うか、わかんない。私は東丸のうどんスープうどんスープに注目してて。東丸さんね、なんかね、西日本の方で結構みんな日常的に使ってるんだって。へー。で、食べたい食べたいって言ってスタッフさんが持ってきてくれて。美味しかったですか？美味しかった。へー、いいな。その中にカレーがあったから。じゃあちょっと調べてみますね。それをどうにかしたらスープカレーになるかもしれない。なりますかね。なんか本当にスープカレー大好きで。北海道多いよね。北海道多いですね。あれ、北海道行ってなかった？行ってました。食べた？食べてます。だよね、うん、私も北海道ですっごい並んで震えながら食べたことがある。人気なところすごい並びますよね。そう、2時間ぐらい並んで。あ、結構食べ物のためなら待ってるタイプですか？普段は待てないんだけど、うん、もうなんか絶対にそのお店で食べたいっていう強い気持ちがなぜかその日はあって。凍えながら待って。すごい。冬だったんですね。冬でした。雪まつりのシーズンで。あ、それは寒いですね。寒かった。大変でした。ようやく春が今回も来ましたね。本当に今日も満開の発表があって、私の舞桜が、はい、あ、こういうってやつが咲きました。見てなかったです。最高。あ、そうなんですか。そう、咲かないなと思ってたら、うん、この3日のうちにどうやら咲いたらしくて。あ、じゃ、ちゃんと桜だったんですね。ほら、ちゃんと桜。あ、すごい。でも葉っぱが、葉っぱ大きめ桜。あ、大島桜なんじゃないかなって。へえ。今予想してます。エイリアンっていう。みんなにエイリアン咲いたんだねってすごい言われる。もう名前エイリアンにしたいぐらいですね。そうなんです。サクリンって名前がついてるはずなんですけどね。もうなんかね、エイリアンの方が有名ですよね。そう、なんかエイリアン桜の方が横行してしまって。すごい。咲くんですね。一安心です、本当に。へえ、よかった。いつ咲いたんですか？今日来たら咲いてた。今日来たら咲いてたから、週末があったかかったじゃない、うんうん、だから週末に咲いたんじゃないかなって思ってます。まだニューディカプリオは咲いてないです。桜じゃないんじゃない？え、桜ですよ。だってリボン結んでありますもん。いや、桜じゃないよそれ。え、つぼみはある？つぼみあります。ちゃんと緑にはなってました。桜じゃない。え、桜じゃないですか？エイリアンですか？え、なんだろう。じゃあもうちょっとかな。もうちょっとかかりそう、ね、でもこっちの方が先だったんですね。意外だね。ソメイヨシノより後かなと思ってたんですけど、うんうん、意外と早く咲いて一安心。なんかお花見ね、またこうリスケジュールしていきたいですよね。いやー、ちょっとお花見の話題にも番組中なったんですけど、はい、週間的に見ると今日この後も下り坂ですし、うん、結構西東日本曇りや雨の日が多くなりそうでした。リポートをご紹介します、うん、はい。なんかこう向こう1週間ずっとすっきりしないお天気ですよね。そうなんですよ。だから鹿児島市から届いた今日のお昼頃のリポートですね、はい、ゆっくり雲が増えてきましたとのことでした。この後
雨が降り始めるところはまだ少なそうですけど、要注目になりそうですね、はい、そうですね、うん、今日の夜にはもう九州などは雨が降り出す見込みです。その雨のエリアは次第に東へと広がり、明日は東日本でも広く雨になりそうです。また明日は西日本かなり雨が強まるところがありますので、引き続き明日にかけてのお天気も確認していきます。はい、ではこの後アフタヌーンよろしくお願いします。お願いします。ここまで約3時間ウェザーニュースライブコーヒータイムは松雪彩香がお送りいたしました。九州中国四国から雲が増えてきています。夜遅くには雨の降るところもありますので、引き続き番組でしっかりとご確認ください。では皆様、この後も素敵な火曜日の午後をお過ごしください。